どうも山田です。ただいま朝5時早朝でございますね。10月17日の0時になった瞬間から、なんと第4世代ですねのポケモンがポケモン GO の方に実装されたということは、まあ、すごく短い動画で、山田チャンネルの方で紹介していたのですが、おそらくですねこれがまあ本当に夜中スタートだったので、多分もうそもそもそれプレイしていないだとか、夜中中プレイしていた方の中にもですね、結局何が来ているのか、今どんな状況になっているのかっていうことがまあわからない方がたくさんいらっしゃると思うんですね。ということで、今回はですね、第4世代の実装されたポケモンを捕まえに行く前に知っていてほしいこと、そして今回第1弾として実装された第4世代のポケモンたちは一体誰なのか、こういったところを紹介していこうと思います。まずは今回追加された第4世代のポケモンたちを全部紹介していきましょう。はい、それではですね、参考に使用するのがいつも通りゲームウィズの、こちら攻略ページでございます。まずは一旦ですね、この動画を見ている方は日本国内に住んでいる方が結構多いかなと、思っておりますので、日本国内で発見報告がすで、にされているポケモンたち、こちらを紹介していこうと思います。はい、まずですね、御三家ですね、御三家のポケモンたちが野生ですでに出現しています。こちら第4世代の御三家がナエトル、ヒコザル、そしてポッチャマですね。そしてそれぞれがですね、第2進化のポケモンも野生で出現報告がございますということで、それぞれの進化後なので、ハヤシガメ、モーカザル、ポッタイシ、この1、2、3種類ですね。でそれぞれですね、野生では出現しないのですが、もちろん進化させることによってそれぞれ図鑑を埋めることができます。なのでナエトル、ヒコザル、ポッチャマを、しっかりとゲットしていきましょう。できればパイルでね、飴を確保していきましょう。そして野生で発見報告があるポケモンたちは、まずはムックル、そしてそれの進化後のムクバード。これはまあ第一世代でいうところのポッポみたいな立ち位置だと思ってください。そしてムクホーク、まあポッポ、ピジョン、ピジョットってそんな流れですね。続きましてビッパとビダル、まあこれもあのこの前歯が生えてて、であとそのポッポ的なポジションのやつの次に来てるって感じなんで、まあコラッタ、ラッタとか、ジグザグマ、マッスグマみたいな、そんな感じの扱いだと思っておいてください。そして、コロボウシ、コロトック、はい、この2匹は虫タイプですね。コロボウシから、コロトックに進化します。そしてミミロル、ミミロップと、はい、ここに今出現している、今この一覧に載っているポケモンたちっていうのが、まあ、野生で発見報告今のところ上がっております。ただしですね、もちろん、こいつら以外にも今回実装されているポケモンたちがいます。よいしょっと、はい、この辺ですね、地域限定ポケモン、はい、ここがね、新しい世代が来るたびにやはり皆様気になるポイントだと思います。でですね、今回3種類すでに地域限定が、どこなのかってことが、ある程度判明してきています。まず1匹目、マスキッパ、はい、こちらがですね、フロリダですね、まあ、あのアメリカのちょっと南の方で、どうやら今発見報告があるみたいです。日本国内ではマスキッパ、出現報告ございません。おそらくアメリカのね、かつその地域、エリアがちゃんと決まっていて、そこの、限定ポケモンだと思われます。続きまして、ペラップ、こちらがインドネシアで今のところ発見報告があるとのことでした。そして最後パチリス、こいつがカナダですね。ということで今回この3匹のポケモンが地域限定として、日本以外の国で、報告が上がってきています。残念ながら、この当日の朝5時の段階でではですね、日本国内で今回第4の、何か地域限定っていうのは派遣報告はありません。ただもちろん分かりません。その今回ね、第4世代全てが実装されたわけではないので、今後新しくね、第4世代が順次開放されていく中で、日本や、日本およびアジアで、発見することができる地域限定が追加されるかもしれないので、まあ、そうね、こう息を落とさず、肩を落とさず、皆様ね、まあちょっと今後の、情報を待ちましょうって感じでございます。そしてもちろん卵ですね、卵の中身も追加になっています。でこっちが結構ね、
個人的には、まあ、闇が深いっていう言い方したらあれなんですけども、苦労しそうだなと思っています。まずですね、2キロ卵の中から、ムックル、こちら出てきます。なのでムックルですね、野生でももちろんこう入手できるんですけども、まあ、の割とすぐ出てきてくれます。2キロ卵からポッとね、出てくる可能性ありますので、まあ、の飴集め結構楽なんじゃないかなと。そして同じく今度は5キロ卵の方からミミロルが出てきます。なのでムックルミミロルは、卵を割っている間にもね、飴がポッと集まるかもしれないので、そこまでね、こうパイルの実とかを使わなくてももしかしたらいいんじゃないかななんて。あとすでに僕あのポケ活、やってきてます。こいつらね結構まあ、出ます、割と出るんで、そこまでこいつらのためにね、パイルの実を使わなくていいかななんて思っているんですけども。続きましてあと2種いるんですね。でこの2種が非常に、原作第4世代プレイしている方、まあ、そうじゃない方でももしかしたら知ってると思うんですけども、ルクシオとリオルという2匹のポケモンが、今回、来ていまして、それぞれ進化後ですね、ルクシオの進化後がレントラ、そしてリオルの進化後はルカリオ。はい、ルカリオだったらね、もう劇場版のね主役でもありますのでご存知だと思います。ちなみにレントラはですね、僕あのついね去年の劇場版のねポケモンでめちゃめちゃいい服だったんですよね。っていうのでちょうどね僕の中でこうもう名前聞くだけでちょっとこう涙腺が緩みそうな、そんなポケモンなんですけども、割と2匹ともね人気がございます。これが今10キロ卵の発見報告がございました。なのでねこれ狙っていった方がいいんですが、1点、ポケモン原作をちゃんとプレイしている方だったならば疑問があるかなと。はい、ルクシオ、こいつはですね2段階目のポケモンなんですね。こいつらがですね、そもそもコリンクっていうポケモンが、第一でいて、その第二弾がルクシオなんですね。その後レントラーということで1、2、3と3段階なんですが、なぜか10キロ卵からその真ん中が生まれてくると。で、まあ、例えばね第4世代プレイしていない方からすると、じゃあもしかしてコリンクが、後々こうベイビーで追加されるのみたいな、まあ、ポケモンをプレイしている方だったならばそういう発想に至るかもしれませんが、残念ながらですねこれ第4世代の段階で、コリンク、原作だと普通に野生で出てくるんですね。しかも割と序盤で、結構その普通に草むらからポッと出てきて、でそっからこう育成していくっていうようなそんなポケモンなんです。それが今回すっ飛ばして卵からルクシオが出てると、どういうことだと。これは今2つちょっと可能性があって、まず1つ目、コリンクがなんか出現方法がちょっと特殊になるかもしれない。まあ、例えばレイドバトルだとか、もしくは何か別のね、第4世代になってから新しいポケモンのこう入手方法が追加になるかもしれないみたいな考え方が1つ。あともう1個は間違いっていう可能性ですね。これはまあちょっとなきにしもあらずかななんて思っております。ただまあこれはどっちになるのか正直今のところわかりません。とにかく今、10キロ卵、5キロ卵、2キロ卵、それぞれから、新しく、ポケモンが、追加されているということを皆様覚えておいてください。そして、2と5は正直そんなにきつくないんですが、10ですね、10キロ卵のこの2匹が、皆様ちょっと、この追加されて最初に苦労するポイントなのではないでしょうかと。ということでね、今ずっと話してきた、ポケモンたちですね、国内外を、全てこう混ぜてしまうと、今現在全ての国でこう入手することができる、入手可能な、ポケモンたちっていうのは、総勢25種ですね。さっき言ったようにルクシオの進化前のコリンクが、どうやら発見方向がない現状だと25種が、実装された状態になっております。ここからはちょっとすでに僕がねポケモン GO、この第4世代が実装されてからプレイしてみて思ったことをちょっと反映させていただきます。御三家、御三家のナエトルおよびヒコザル、この2匹に関してはまだ出現、報告は比較的あります。なんですがポッチャマがちょっとしんどいと、言っている、お声がありまして、また僕もちょっとポッチャマ、残念ながらですね大体4時間ほど復活してみたんですが、結構広範囲でね移動してみたんですけども、発見ありませんでした。まあ例えば海沿いに行ってみたりだとか川沿いに行ってみたりだとか、そういった、水ソースに行くことで出現率ある程度変わりますので、一概にそのポッチャマの確率が低いとは、言い切れないんですが、陸地でですね、他の、2種の、御三家よりは、見るちょっと機会
害は少ないかなと、はい、思いました。でこれはですね、今までの御三家も水タイプだけってちょっと出る、あれが少なかったんですよね。なので今回御三家の中で作りにくいのはもしかしたらエンペルトになるかもしれません。まあただどうしてもね、それぞれ作りたいってなったならば、今だったらね、あの不思議な飴がございますので、まあこれである程度補填していくっていうのもまあなしじゃないかなと思っております。そして性能ですね、今国内で入手できるその、ポケモンたちの中で性能が高いのは2匹ですね。挙げるとしたならば、まず1匹目がレントラー。ちなみにレントラーは電気タイプでございます。攻撃の種族値がね、割と高いんですね。まあ、ただちょっと防御が低いというところで CP は2888に、どうやら落ち着くとのことです。そしてもう1匹がリオルの進化後のルガリオ。はい、やはりね、10キロ卵の中身っていうのはレアだったり強かったりするポケモンが多いんですが、今回紹介した2匹もまあどちらかというと強いポケモンの方に分類されます。ルカリオはですね、しかも人気が非常にあるんですね。はい、見ていただいて分かる通りタイプは格闘と鋼、CP は2703、ということでさっきのレントロアよりは若干ね劣るんですが、攻撃の種族値が236、28位ですね。格闘としてね、割と優秀なところに、はい、分類されます。あとは、まあ、御三家の最終進化系、こいつらもね、CP2900 台とか2800台とか、割とその2000の後半までは、育成できますので、彼らもね、まあ、弱いとはね、なかなか、ならない、ポケモンたちでございます。なので、今回の第4世代の中で、まあ、優秀なポケモンは誰かとピックアップするならば、10キロ卵から生まれるポケモンたちの最終形態のルカリオとレントラー、そして御三家のそれぞれの最終進化になるので、なるのではないでしょうか。はい、ちょっと噛んじゃいましたけどもみたいな感じですね。そして、まあ、の第4世代プレイしていない方からするとですね、今回追加されたポケモンたちって、まあ、どんな感じのくくりなのというふうに、まあ、疑問になるかなと思ったんですが、まあ、途中でねちょっと例としてポッポとかコラッタとかこういったコラを、挙げたので、まあ、少し、ご理解いただけたかなと思うんですが、まあ、のそんな強くないです。はい、まあ、もちろんね、可愛らしいポケモンたちではあるんですけれども、非常に優秀かと言われれば、まあ、そうでもないかなと。一旦図鑑だけ埋めて厳選は、まあ、後回しでもいいのかな。まあ、ワンチャン厳選しなくても使わないかもな、みたいな。そんなコラが今回は多いかなという感じでございます。なのでね、まあ、この、実装された週の、まあ、例えば、その平日と、あとはその土日とかのね、まあ、土日になるとちょっとコミュニティが入ってきちゃうんですけども、そういったところの合間で、ポチポチと、それぞれの、ポケモンたちをゲットして飴を、貯めていくのがいいんじゃないでしょうか。はい、って感じでございます。そしてですね、この動画を撮っている段階ではまだレイドバトルが、この当日のですね開催がされておりません。おそらくですね第4世代が来たことによって、第4の何かがレイドに追加されている可能性があるんですね。なのでレイドバトルも込みの、な新しく追加されたポケモンみたいなものはまた別途、ちょっと動画で、撮らせていただきますので、よければねそちらの方もご確認ください。ということでまあなんていうんですかね、今回のこの動画は、第4世代の追加されたポケモンのまあ情報を前編ぐらいの、そんな、感覚で見ていただければなと思います。はい、ということで、今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。